画面の向こうの皆様、ビ e マネージャー r へようこそ。本日は私、えー、グラフィソフトのカスタマーサクセスチームのエムル・メイヤーが MC をさせていただきます。そして本日の イベントなんですけれども、私たちのですね建設業界の DX であったり、BIM のプロジェクトが成功させるために必要な人材、新たな役割ですね、BIM マネージャーという役割についてのイベントになってまいります。で早速なんですけれども、本日のアジェンダを画面に映して説明していきたいと思います。では、本日のアジェンダはですね、まずは私たちグラフィソフトの飯田さんからですね、BIM マネージャーとはについての プレゼンンテーションがありますどのような弱割ががンマネージャーの業務の中に含まれているのかそういった概要的なものについて説明していただきます。で、その後は3社からこちらの会場にいらっしゃっていただいていますので日建設計コン,ストラクションコンストラクションマネジメント株式会社様とサバ村様とアスス設計様からゲストプレゼンテーションを行っていきます。 続きましては、ですね私から実際の私たちグラフィソフトで行っているビンマネージャープログラムについての内容のご紹介が入りまして、でその後はですね10分ぐらいの休憩を挟んできます。でその休憩の後からですねトークセッション、皆様参加している皆様とトークセッションを行っていて、そしてご覧になっている皆様からいただいていた Q&A、A、ですね質問も対応をしていきたいと思います。 そしてそちらの質問なんですけれども本日はスライドと呼ばれているプラットフォームを通してですね皆様から質問を伺っていますですので手元にあるスマートフォンですを手に取ってこちらの QR コードを読み込んでいただきますと本日の Q&A 質問ですねで登場できるページが出てきますパソコンでご覧になっている方はスライド .com で「ハッシュタグビームマネージャーデイ」 で参加ができるようになっていますはい、それでは早速なんですけれども、私たちの飯田さんからビームマネージャーとはについての内容のプレゼンテーションに入っていきたいと思いますので、飯田さん、どうぞよろしくお願いします。はいあの、グラフィーソフトカスタマーサクセスの飯田です。 今日はあのビームマネージャーとはというまたちょっと大層な内容になりますけれども皆さんに紹介していければと思いますのでよろしくお願いしますそうしましたらスライダーの方で紹介していきたいと思いますまずビムマネージャー今日のテーマになるんですけれどもこちらの方話す前に一つあの今なぜビムなのかっていう話から少し入っていきたいと思います まあ今、ビームのマネージャーという話をするときにまあ必ずついて回るのがビームだと思うんですけれども、この背景としましては、これ今、GDP ですね、になるんですけれども、今、これ見ていただいて分かるように、皆さんもここら辺はご存知だと思うので、あまり詳しくは説明しないですけれども、日本というのがまあ大体昨年比から1.6%を上がっているというところになるんですけれども、やっぱりこの低 成長率の中で、まあ、これからも成長していく準備が必要になってくるという形になっています。でその中であのこれが企業別の業種別の生産性のグラフになるんですけれども一番左の皆さんから見てですねとこに建設業っていうところをちょっと見ていただきたいんですけれどもこちらの一番まあ水色の部分になるのが、まあ、大企業と言われている大手の企業さんと、まあ、オレンジが中規模。 で青い部分がまあ小規模という形になるんですけれどもやはり他の業界に比べてあの大企業とまあ中規模あの小規模の差が一番激しいのが建設業になっています。でこれの1時間あたりの生産性、まあ、売上額っていうんですかね大体、まあ、3倍ぐらいこう違ってくるという形になってるんですけれどもちょっとそこにフォーカスしてみたいと思うんですけれどもやはり なぜこれが生産性が低いのか効率的じゃないのかっていうのでまあいろんなグラフでもやっぱり建設業っていうのは低くなってきたりとかまあこれを改善するために競争力をつけそこでちょっとまあ少し単純なんですけれどもこれがデジタル化であるとかそういうものになるんですけれども今よくデジタルトランスフォーメーションという話が出てくると思うんですけれどもちょっとまあ私たちの考える 3つのステップというものを少し紹介したいと思います。でまずあのデジタイゼーション、まあ、これはすごいシンプルなんですけれども、まあ、分かりやすく言うと、まあ、デジタルデータにまあ物理的なものを変換するというところで、例えば FAX から PDF、CAD、まあ、CAD というのがまあデジタル化じゃないかという方もいるんですけれども、まあ、これは2次元の図面と同じということで、これは デジタルではないという私の認識の中で、まあ、それをビームに変えますよというところでとあとはデジタライゼーションですねでこちらの方は実際にこのデジタルのツールを使って、まあ、ワークフローを変えていくとデジタル化ワークフロー自体をデジタル化することになりますでさらにこちらのデジタルトランスフォーメーションというところになるんですけれどもこれは まあこのデジタルツールを使いながらビジネスモデルを変革することですねであとは競争上の優位性を保つというところが重要になってくるかなと思いますでこれをまあ実現するのがやはりこのビムになってくるのかな建設の DX になってくるとビ i m i o t とか AI とかまあいろんなキーワードがあるんですけれども本日はこのビムというところで話していきたいと思います で実際あのここら辺の話をする時に、まあ、このサスティナビリティとか働き方であるとかあとはやはりこれをやることっていうのはやはりこの建築のプロジェクトをやるときには必ずコラボレーションというものがついて回ってくると思いますこれをやっぱり有効的に使えるものが VIM なのかなと思っていますで実際この VIM のツールをこう導入する時にですねこの理想のゴールというのがあるんですけれども こちらの方馬の絵があって、まあ、みんな最初はこの馬の絵をこう見て、まあ、こういう形で綺麗な馬の絵が描きたいなであるとかそういうふうに思ってると思います。で実際にじゃあ導入するとどうなるのかと言いますと、まあ、これが VIM の導入の現実っていうところなんですけれども結構私これ気に入ってるんですけれども実際 最初に ICAD もそうですけど VIM のツールのデモを見た時はまあこんな素晴らしい絵が描けると思っていてまあプロジェクトの開始の段階になってでじゃあ実際の成果物になってくるとまあだんだんこう子供が描いたような絵になってくるというところでまあこれが本当に初めてこうツールを導入した時の現実に近いんじゃないかなと思いますしまあ実際今あのいろんなところであの調査しますと70%ぐらいがトぐらいが VimDR、まあ、ととか DX のあの導入の失敗をしてていいいるという形になっています。でその中でなぜダメなのかとか、まあ、なぜどうやったら成功するのかっていうところになるんですけれどもやっぱり目的の明確化であるとかシステムとプロセスの管理ですねであとは適切なトレーニングのサポートっていうものも重要ですしあとはデータの標準化ですね。 であとはこれはより良いコラボレーションであるとかチームワークをきちっとしていくという形になるかと思います。はい、というところで、まあ、だからビンマネージャーっていうものが必要でこういう管理したりとかマネジメントが重要になってくるという形になっています。でまあただ今ビンマネージャーってまあいろんな仕事がこう職種としては多くな名前が出てきてるかと思うんですけれども、まあ、実際ちょっとこちらの方は あのドイツの方の求人のサイトですねになるんですけれどもまあそこで「ビンマネージャー」っていう形で検索しますと大体これ昨年の,あのちょっとあのスクリーンショットになるんですけれどもだいいいた1364件ぐらいこう出てきま,すでまあその中にどういうものがあるかっていうのを少し紹介したいと思うんですけれどもまあこういう設計のプロジェクトマネジメントの会社であるとか。 で鉄道の会社であるとかであとは不動産のコンサルティングの会社であるとかまあその中でこの求める条件であるとかビンマネージャーのタスクっていうものがあるんですけれども、まあ、それを見ていただくとやはりビンマネージャーの経験であったりとかあとはまあこの今回のこちらのコンサルティング会社によっては結構割と BP であるとかビ i ムのマニュアルであるとか、まあ、そういうちょっと具体的なものがありますけれどもちょっとこちらの方 簡単にまとめますと、まあ、求める条件としてはやはりビムのスキルと経験ですねやっぱこれが2年とか5年以上あることであるとかでやはりビームマネージャーっていうのでまあ管理するっていうものが重要になってくるのでコミュニケーションスキルであったりとかプロジェクトの管理スキルですねこれが重要になってきますで実際のタスクは何だっていうところになるんですけれどもでこちらの方はまあ同じようにプロジェクトのマネジメント 品質であるとかスケジュールでコスト管理であるとかであとはこの一番下が重要だと思うんですけれども、まあ、社内の VIM の能力であるとか、まあ、標準のツールであるとか、まあ、これを開発するだけではなくて継続的にこう開発していくというところが重要じゃないかなと思っています。 とということで、まあ、ビンマネージャーの要件としましては、まあ、こういうツールを導入して、まあ、こういう簡単な迷路みたいな形でこう成功するっていうふうに、まあ、最初思うと思うんですけれどもやはり実は非常に大きなこう迷路になっていてさまざ、あ、まな問題点っていうものを解決していくことが必要かなと思います。 でまあ、最終的に「ビンマネージャーとは?」というところにつながるんですけれどもでこれはあのうちの方でやっているビンマネージャープログラムの中で最初にこうみんなに聞くものになるんですけれど「ビンマネージャーって何ですか?」じゃあ「ビンマネージャーに必要なスキルは何ですか?」であるとか、まあ、そういう質問をしていきますとこういうような答えがこう出てくりますので、まあ、これっていうのはまあ人によったりとか立場によって多分変わってくることだと思いますので、まあ、いろんな見方があるかなと思っています。 でその中でじゃあ実際のビンマネージャーのものとしましてはうちのあの後でまたエミルの方から細かい説明ありますけれども、まあ、実際のオフィスマネジメントっていう部分で、まあ、ビンマネージャーについて学んでいってあとアーキャドのテンプレートとか実際にどういうものを作っていくかであとプロジェクトコーディネーションという形で、まあ、それをプロジェクトにどうやって適用するか。 であとはこのビームの資格であるビルディングスマートのプロフェッショナル認定という資格についてもこう紹介していきますのでぜひ皆さんもチャレンジしていただければと思います、はい、でこの後あのゲストプレゼンテーションとしましてあの3社の皆様にさまざまな取り組みというものを話していただきますのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思います、はい、じゃそうしましたらどうもご清聴ありがとうございました はい、飯田さんありがとうございます、えー、皆様はこれでビンマネージャーの具体的な、えー、情報を把握はできたかなと思いますので早速なんですけれども本日の最初のゲストプレゼンテーション、えー、日建設計、えー、コンストラクションマネジメント株式会社の、えー、平山様からさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 皆さんはじめまして、えー、と私日建設計コンストラクションマネジメントの平山と申しますでは、えー、と早速、えー、と弊社の取り組みに関してちょっとご説明をさせていただこうと思います、えー、本日なんですがマネジメントにおけるビーム活用というところから、えー、とご説明をさせていただきますでまず弊社の説明をさせてくださいえー、と我々は、えー、と日建設計を母体にする、えー、とマネジメントの専門会社で それ以外にあのシンクタンクである日経設計総合株式研究所であったりインテリアを中心とする日経スペースデザインまた住宅などを担当する日経ハウジングシステムで最後我々マネジメントを専門する専門とするコンサルクションマネジメントというふうなグループの一員の一つになりますで我々のマネジメントって主に大きく分けて二つ業務としてさせていただいております一つが えとコンストラクションマネジメントということでプロジェクトの運営であったり品質管理またスケジュール管理など、えー、とプロジェクトに関わるマネジメントを中心にしているものともう一つは既存の建物に対して、えー、と調査診断であったりあと保全の策定であったりというふうなライフサイクルマネジメント大きくこの2つの軸で、えー、とマネジメントを提供しております。でこういった、えー、と業務をしていく中で我々のポジションというのが、えー、とちょっと特殊でして。 えとクライアント、事業主様の,、えー、とその代行というふうな、えーと、ひっついたような状態で業務を行うものもありますし、あとは、えー、と設計と一体になって、えーと、プロジェクトを推進していく形、あとは、えー、と事業主様のアドバイザーという形で、えー、と参画したりというふうに、プロジェクトの特性に合わせて、えー、とそのポジションを変えるというのが特徴の一つになっております。でまた、えーとまあ、CM と LCM、えー、両方をやっておるという関係から、 えと建物の運用段階からえとまあ設計プロセスを経てこう建物全体のライフサイクルですね全般に対して業務を行っているというふうな状態になりますまあ少し具体的に業務の内容を書きますと基本計画段階ではまあコンセプトの検討から事業費の想定をしたりまたえと設計者の選定であったり発注戦略を考えたりまた運用段階では例えば BCP の計画え中長期のえと計画であったり というふうなところをえと業務さまざまライフサイクル全体を通してサービスを提供しているということになります。で、実際どんなプロジェクトやってるのという事例なんですが、年間大体1000ぐらいのえとまあプロジェクトをこなしているということになります。下にまあ大きいえとまあビルであったり、小規模なものからまあ用途もさまざまなものを実際にえとそういうふうなマネジメントを提供しているという会社になります。 で本日はえとこの会社の中でえと14のドメインにさまざまなえと組織に分かれているんですがその中でえと私が所属するデジタルソリューションというふうなビムだけではなくこのデジタルというふうなものでいろいろ検討しサービスを提供しているというチームからえと弊社の取り組みをご説明させていただきますで我々 NCM ではクライアント目線でのビムモデルの在り方を検討しておりまして えと低 LOD でも、えー、と情報を適切に入力することで、えー、企画から運用までトータルで活用できる、まあ、事業主が主体的に利用できる優しいビムというふうなこういった概念を、えー、と開発しましたでこれをちょっと説明すると、まあ、皆さんご承知の通り、えー、とおり基本計画段階であったりする時から、まあ、LOD は低 LOD から始まると思います で基本設計、実設計、そして施工段階に、えー、と行くにあたり、LOD がどんどんこう上がっていくとで、最後、運用段階になった段階で LOD が200に下がっていくというふうなは、皆さんご承知のとおりだと思います。で私たちはそれを LOD150 という,こう概念で、まあ、低 LOD ながらも全体で通せるというふうな、そういったモデルの在り方を、えー、といろんなところで活用していくというふうなところがまずそもそもあります。 で本日はえとそういうふうな概念をもとに2つの事例をご紹介させていただきます。1つは基本計画段階による BIM の概算手法ということでえと我々えとコンセプトを考えたり事業費を算出するためにあのその基本計画段階の簡易な設計とかもえと行ったりします。で従来のえと設計手法と BIM モデルの BIM ソフトの特徴ですねを組み合わせてえとこういうふうなえと概算手法というのを開発いたしました。 でえー、とこのビム概算による、えー、とメリットと効果なんですが、まあ、従来であったら皆さんご承知のとおりつ坪、まあ、単価で、まあ、こういうふうな早期の場合は坪単価で計算をすることが多いかと思いますでもこの場合計画が変更したときにどこでどの程度コストが変わったのかまたそれがどの程度の割合なのかということが把握できないという問題がありますただしこのやり方で z e s ビム概算 でえー、と部材の積み上げで計算することになりますので、どこにどれだけのコストがかかっているのかというのが判別できると、また設計変更をにも対応していますので、まあ、コストの変化が検討ができるということになりますで。こちらなんですが、今日ビームマネージャーでということなので、えー、とビームマネージャーのこの時の役割を簡単に模式をさせていただきました。えー、と建築、構造、電気、機械、それぞれの担当と、概算をするのでコストの担当がいます。 でそこに、えー、と検討段階であったり、概、え、算、ー、の方針を決めるためにビームマネージャーがいて、その方針を決めて、えー、とビームモデルの作り方を調整し、実際のモデルを作成をする、そしてできたモデルに対してコストチームと連動し、えー、とその概算を算出するというところで、えー、と調整をする役割としてビームマネージャーが存在します。えー、続きまして、えー、と事例の維持管理段階におけるビームモデルと。 というところで、えー、と優しいビームのか、えー、考え方と IWMS を組み合わせることで、まあ、運用段階でデータ容量が小さくても FM で最適な情報管理ができる優しいビーム f m を開発いたしました。えー、とこちらに関しましては、えー、と情報後、えーとまあ、データを軽く確実に情報を得るというところで 2D の図面 上での視認性をえっと検討していたり、まあ、どのへ建物のどの風呂でどの部屋にどのような設備があるかっていうのを、えっ、ー、と軽いデータでも確認ができるといったものをえっと開発しております。で、こちらにおけるビ便マネージャーの役割なんですが。 えと建築電気機械それぞれぞににビーーームマネージャーがいいるという状態になりますでまたそこが連携をしてビームモデラーがビームの作り方を検討し、えー、と実際のモデルを作っていくんですが、えー、それぞれの作り方を統括するこのビームマネージャーと統括ビームマネージャーと言われるこの存在が少し特徴的なところになります、まあ、こういった形でこのプロジェクトに参画しているという状況になります。 で最後に、えーまあ、NCM を受けるビーム活用の今後というところで、まあ、こういった事例にありますように情報がさまざまありますので、まあ、それと,、えー、とここの赤で書かれているようなところの情報を組み合わせることでさまざ、あ、まな情報を展開していくという,ふうなことを今後考えております。まあ、これらの情報すべ、えー、て、あのー、国交省のビームモデル事業のほうで詳細のほうございますのでご興味のある方はそちらのほうをご覧いただければと思います。以上になりりまますありがとうございました はい平様プレプゼンンテーションありがとうございます、えー、そしてご覧になっている皆様もですね画面の隣でですねプレゼンテーションを行っている途中に QR コードがまだ残っていますのでそちらの QR コードを読み込んで皆様のプレゼンテーションのないようにです、ね、質問がある場合はそこで記入していただければと思います。では続きましては沢村の徳永様から続いていきたいと思いますので徳永様どうぞよろしくお願いいたします。 はいえー、ただいまご紹介に預かりました沢村の徳永と申しますえー、本日はよろしくお願いしますえー、っとですねえー、今回はですねえー、っとあさ速資料の方にお願いしますあえー、っと私どもはですね中小ゼネコンという立場で今ビームの運用をしておりますのでそういった観点から今日はお話できたらなと思っております。 ままず簡単な自己紹介からさせていただきます私は、えー、と沢村という会社で働いている徳永という者なんですが、えー、と大学卒業後大阪の個人設計事務所の勤務を得て現在の会社で6年ほど勤務しております主な業務は、えー、と設計の業務の実務を行いながらビーム推進を一緒に同時並行でやっているような形で現在主任兼ビームマネージャーという立場で働いております 当社でいうとプロジェクトに対して設計者が1人の担当がつくというのがこれまでの基本だったので企画提案から実施設計申請業務まで一気通貫でビームを使っているというような状況になります。 ちなみに、えー、澤村という会社は滋賀県高島市という場所にあるんですが、えー、あんまり聞きなじみがないかもしれないんですが滋賀県の琵琶湖の左上にある、まあ、滋賀県の中でも一番こう田舎な町ですそういった中でちょっとこう自然に囲まれて伸び伸びと仕事をしているような状況ですあとは本日はあのビームマネージャーデーということであのつい最近あの私もあのグラフィーソフトさんの主催のビームマネージャープログラムを受講しておりました でえー、年明けにですね無事、そのプログラムもあの合格し受講し終えて、えー、つい先日あのビルディングスマート、えー、プロフェッショナルのベーシックの方に、えー、受験して合格することができました。はい 会社の紹介を簡単にさせていただこうと思います沢村という会社は1950年創業のいわゆる地場ゼネコンになりますオフィスから工場から住宅からさまざ、あ、まな用途の建物を扱っておりまして現在140名ほどの規模の会社になります大きく分けてグループが3つありまして住宅の新築やリフォームを取り扱う住環境グループという部門とそれ以外の用途をいろいろ取り扱うソリューショングループという部門とそれを施工する工事グループと3つがあります 今日お話しするビムの運用というものを行っているのは、この右上にあるソリューショングループという部門と工事グループという部門が共同して行っている状況になります。またですね、ビムに関する編成についても軽く触れておきたいなと思います。当社でいうと、ビムを導入したのは2019年の8月に導入しました。なので、現在で3年半ほど経った状況になります。 先ほどの右上と下のチームが共同しているというお話をしたんですがビーム関連のグループとあの関連部門としては設計が7名と工事の部門が17名の計24名ほどの部門が関連部門になりますでその中で何人ぐらいの人がビームを使っているのかという推移が右のグラフに表れています当初は設計チームの2名から始まったんですが年々少しずつ人数が増えていって現在では設計が6名の現場が4名 合わせて10名ほどがビムを使っている状況になります。はい、当社でのビムマネージャーの取り組みについてお話をお話したいなと思うんですが、まあいろいろ細々とあの活用あの取り組んではいるんですが、大きくまとめるとこの3つなのかなと思って、今日はこの3つ三点について深掘りしてお話したいなと思っております。一つ目が組織におけるビムの運用方向を決めるということ。 2つ目が組織の性質を理解するということそして3つ目が新しい価値を生み出すということになりますインターネットなんかでビームの活用とか運用とかっていうことを考えたときに、まあ、当社でも最初導入したときにいろいろ悩んだんですがいろいろ検索してみるとまあいろんな企業さんや組織が 多種多様にいろんな活用されているなという事例が多々目立ちます。で、ビムというのは非常にできることの幅が広いので、え、そういどういった運用をしていくかっていうのが本当に多種多様に事例があります。で、こういった中でもちろんその多様な自由なあのできることが広いというのは一見魅力でもあるんですが、当社のような中小ゼネコン等ではなかなかどれを目標にしていいかが難しいなとはい最初に見て思いました。 これは何かというとビムの運用だったりとか使い方っていうのがユーザーだったりとか組織によって全然違うということがこの図式にも表れていると思います。なので自分たちの会社はどれを見本にしようかなと思ったときにいまいちどれにしていいかわからんぞというような状況が起こったというのが最初にありました。なので最初にお話しする組織におけるビムの運用の方向を決めるというのは非常に大きなビムマネージャーの役割だと思っております。 具体的にどういったことをしたかというお話をしていきたいんですがまず一つ目には、まあビムということを一旦忘れて解決したい組織内の問題点を探るということです。まあ、これに関してはいろんな問題があの組織の中で起こりうると思うんですが、まあ、業務構想を減らしたいとかあ採用活動をもっと良くしたいとかえビ、ー、ムの浸透をもっと業務調整できるようにしたいとか、まあ、いろんな悩みがあの組織ごとにあるかなと思います。でこれは当社でも最初考えた時に本当に無数にいろんな悩みが出てきました。 でその中で、えー、じゃあどれから取り組みますかどの、えー、方針にしまどれを方針の軸にしますかというところで、えー、考えたのですが当社でいうと、えー、まずビムを使ってできることというのは多々あるんですが。 なんですが社内の共通言語としてビムって何っていうところからまず始まっているので、まあ、まずは一旦ビームを浸透させないとあの何の話もなかなかしにくいな業務調整もしにくいなという状況があったのでビームを浸透させるっていうビームが通じるインフラを作ろうというところから当社でいうと取り組みましたじゃあ実際にビームをどうやって浸透させるかということなんですが、えー、それについてはやっぱりこうビムってこういうふうに使っ でてねとかっていうことではなかなか浸透は難しいと思うので組織にもプレイヤーにもビームを使ったらいいなと喜んでもらえるような状況を作り出すっていうことが浸透させるために重要かなというふうに当社では考えましたなので解決したい問題点を探ってその中でどれを方針とするかで実際にどういうふうに取り組むかという順番で考えました 具体的にはどういうことをしたかというと VIM、えー、を導入した時に VIM を使ってやりたいことっていうのは無数にあの当社でもありましたし皆さんの中でもあるかと思うんですね。でこれを全部一応に取り組むのはなかなか大変だという中でどれを取り組むかというこれは2つの軸で今 VIM でできそうなことを項目を分けて整理した図なんですが左側にあるものが VIM を使って 得る使うべき、まあ、個人だったりプレイヤーたちが喜んでくれそうなことですね、まあ、いわゆる現場の人たちが喜びそうなことで右っていうの右側にある周囲というのはビームを使わない人たちなんですけど、えー、組織だったり顧客だったり喜んでくれそうなことビームを使わない人たちが喜んでくれそうなことそして下にあるのは、えー、組織の底上げにつながるようなもので上にあるトップっていうのは新しい価値とかにつながりそうなものなんですがでこういった中で全部を取り組むのは大変なので、えー、まずはいろいろやりたいことはあれとも あの個人が喜んでくれるとかあるいは周囲が喜んでくれるという左右に振った項目から始めていこうというのが当社での取り組みの第一歩でしたそしてそれがある程度浸透してあビムって、えー、こういうものなんだなっていう共通言語になったら次のステップにどんどん取り組んでいこうというふうな順番で取り組んでいった次第です。 2つ目は組織の性質を理解するということなんですがこれについてはビ i m にかかわらずあのマネジメントには非常に重要なことかなと思いますあの会社の中にデジタルツールが得意な人がどれぐらいいるのかとかそれを広げてくれそうな人はどうなのかとかトップダウンなのかボトムアップなのかとか組織のタイプによって全然マネジメントビ i m の進め方が違うと思うんですねなのでそれはまあこれまでの会社のことを分析したりとかいろんな情緒の知識も得ながら経験も得ながらえ取り組んでいたというの ちなみに参考までに当社でいうとボトムアップ傾向が強いっていうことだったりとか、えー、と現場のごとに結構スタイルが変わるようなところもあったりするので分かりやすい、えー、共有する目標がある方がいいとかあのそういったような状況が、えー、そういったような項目っていうのが組織の成立としてはすごい重要でした。 そういったことも考えると,、えー、とこれは BIM を導入して1年経った頃に作った3カ年の目標になるんですが、えー、我々は BIM を使ってビ i m のチームはこういうことをしたいんですよということを、まあ、目標に こういったたものにしたんですねそうすると組織の人たちもあなるほどこいつらはビムを使ってこんなことをしたいのかっていうことがちょっと分かったりあるいは、えー、と各セクションの人たちはとりあえず私はこれをやればいいんだなっていうのがなんとなく分かるとそういうあの簡単な共有のところからすることで社内でなんとなくビムって動いてってるなという雰囲気を作ったり当事者たちがちょっと目的意識を持って取り組めるというような状況を作りましたそして最後に新しい価値を生み出すということなんですが えー、これについては、まあ、私自身の性格の問題もあるんですがあの、まあ、やっぱりビムを取り組んでて飽きないとかあの楽しめるような状況っていうのはすごい重要かなと思いますのでそういった中で、えー、常に刺激を、えー、組織に対して、えー、ここまでのステップにただこったらこんなのどうとかちょっとこうしよう書で刺激を与えていくっていうのは常に意識をしています。えー ビムを使っててあの多分あの組織が周りの人がおビムっていいなとか思う瞬間って、まあ、分かりやすくは今流れているような動画だったりプレゼあのパースですね等のプレゼンテーションで使えるとあなんかビムってええなというような感想って多分周囲から得られやすいと思いますしあるいは衣装設計を、えー、細かくやってらっしゃる方からしたらこういうふうに針を入力した時に勝手に家庭断面を検討して、まあ、適正なあの針性を の計算をしてくれるというようなことができたりとか、まあ、あるいはですねえー、っと まあ簡単な断面図だけじゃなくてちょっとパースがかかった断面図ができたらかっこいいよねとかそれの日射の検討をすることでえちょっと見せたいところに会社のロゴマークがピンと出るようなことにできたりあるいはえチェアに座ってるお客さんが日射で眩しくないようなというようなシミュレーションができるとか本当に多分微妙を使ってできることっていうのはいろいろあると思うんですね。なので微妙を使ってる人がえステップを1ステップ超えた2ステップ超えたって時にじゃあ次はこんなのどうっていう刺激をちょっとこう要所要所で えー、作っていくというようなところもあの私がビームマネージャーとして意識しているところになります。はい。ではえっと最後にですねこれからの展望といいますかやりたいことについても簡単にお話しして終わりたいなと思っております。えー、まず一つ目は、えー、無理なく持続的に人員が増える教育が行える組織循環づくり。 あるんですが、えー、なかなかビムのマネジメントをしていると特に当社ぐらいの人数規模だったり資本規模ですとやっぱりこうそんなに大きくビムの運用というものに対して時間だったり人員を避けないというような環境もあるのでその中でどう無理なく持続的にしていくかっていうことが重要でなのでまあ意識しているのは完璧なものを最初に作るのではなくて不完全でもいいのでまず使ってみてそれをフィードバックしてまた元に戻っあの分析していけるというような循環をちゃんと を作るということは非常に意識していますそして二つ目はビム、えー、を使える人とビムを使えない人とのチームワーク作りこれはあのビムを使える人っていうのはやはりあの全員が使えるようにならないので、えー、しっかりと現場のノウハウを知っているベテラン社員とビムを使えるけども知識や経験がない人っていうのがどう一緒に共闘するかということが、えー、当社での、えー、目下の課題になります そして、最後にはあの先ほどもお話した通り、まあ、少しあの貧乏を楽しめるような刺激を要所要所で、これからもずっと与えれるようなビームマネージャーでいたいなと思っております。はい。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、徳永さんありがとうございました、えー、本当にですね。そういったビームを楽しめるための仕組みとえー、色々えー、共有していただいて本当にありがとうございました。 えー、それではですね本日の最後のゲストプレゼンテーションになってくるんですけれども、えー、続きましてですね株式会社あずさ設計様の、えー、日高様と、えー、尾野様どうぞよろしくお願いします。はい、えー、株式会社あずさ設計の日高です。尾野です。よろしくお願いします。 それではあずさ設計ののビムへ取り組みについいてて説明させていただきますまず自己紹介ですけれども小野はアーキテクト部門兼ビム戦略室を兼務していまして入社以来ビムの導入時期からビムを設計に活用してきましたご紹介の後半で実際に行ったビムで行った設計の事例も紹介したいと思っています 私日高はグラフィソフト認定のアーキキャドビムマネージャービルディングスマートプロフェッショナル認証を取得しており入社以来アーキキャドの社内テンプレートの整備やヘルプデスク業務を経て現在衣装設計を兼務しております次に会社概要になります株式会社厚さ設計は創立1946年の組織設計事務所で 従業員数は現在685名おります下に写っております写真が物流倉庫内のワンフロアに本社機能を集約した羽田スカイキャンパスになりますこちら完全なフリーアドレスを採用していまして実際オフィスの中もあのビムデータも構築して今も VR などいろいろ新たな試みを挑戦しているところです えー、経営理念は質日優美で社会に貢献できるより良い建築を目指しております。続いて、えー、ドメインの紹介です、えー、当社では羽田空港をはじめとする交,交通インフラドメイン、えー、新国立競技場をはじめとするスポーツエンタメドメインなどさまざまな用途の設計を手掛けております。 組織設計事務所ですのでビ i m を取り組む上でも設計者ファーストを一般図は設計者が自らビムを使用して作成することにしており社内研修ヘルプデスクにも力を入れています。 今ご覧いただいているのが当社の VIM への取り組みの経緯になります導入は2009年になりまして復旧期展開期を経て現在では基本設計のほとんどのプロジェクトで VIM を使用しており鑑賞チェックなどにも利用していますそして次のステップとして今年 VIM 戦略室を設立いたしました こちらがビームに関わる社内組織になりますがご覧のような構成となっておりビーム戦略室はビームに関する意思決定を行う将来戦略から部門関連権の改善まで行っております10名編成のコアチームで構成しておりみんなあの設計業務との兼務で行っておりますその下に続く形でビーム戦略の全体会議 ビビムムマネーーーージャービームリーダーの組織がありますこちら全体会議の方なんですけれども、えー、ビームに携わる人全てがということでメンバー構成を衣装構造設備に加えて総務も入っていただいていて35名の編成となっておりビームに関する情報の共有と周知あと日常業務での課題抽出ですね。 あと課題の解決新手法の検討の分科会などの立ち上げをしております。真ん中がビームマネージャーなんですけれどもこちらはビームに精通する人を選任していましてプロジェクトごとにビームの実行計画の立案社内のビームルールの周知ヘルプデスクなどを行っております。 右側,右側がビームリームーになっていますこちらはプロジェクトに一人つくようにしていてビームの操作に慣れている若手の意匠設計者が担当していますプロジェクトのビームデータの管理だったり部門間のモデルの統合あとプロジェクトごとの入力ルールの策定などを行っておりますこちらが役割分担の表になるんですけれども プロジェクトごとにビームマネージャービームリーダーそして設計責任者でそれぞれビームに関する役割を明確化しており一般的なビームマネージャーの一般広い意味で使われているビームマネージャーの役割をそれぞれで分担しています例えばキックオフ会議ではビームマネが説明などを担っており 設計フェーズではデータ管理をビームリーダーが担当しています。えー、設計責任者はその動きを把握するような立ち位置で行っています。えー、社内のビーム組織についてまとめますと、えー、ビーム戦略室は会社の将来を見据える部署。えー、そしてビーム戦略の全体会議は会社と部門をつなぐ役割をしていて。 ビームマネージャーは社内のビ i と設計者をつなぐまたビム m リーダーはプロジェクトの中の中人人とををつななぐような役割をしていますそしてここからはビーム戦略室についてどんなことをやっていくのかあの今進行している試みについて斧から説明いたします。 VIM、えっと、戦略室が今後取り組もうとしている内容についてここに、えー、一部ですが4点挙げさせていただきましたで一つ目がデータベース化ということなんですけど、えー、年間何百もあるプロジェクトを今後にどう生かしていくかその生かし方を想定したデータ整備をしていこうと思っていますで二つ目が v i m p a でこれが、えー、パワーアシストスーツの略なんですけど、まあ、プロジェクトごとに違う、まあ、先ほどのデータベースともつながってくるんですけども えー、プロジェクトごとに、えー、違うけれども毎回ルーティーンになってしまうような作業を効率化するツールを開発しましたで3つ目が、えー、とこれ AIR で AR と読みますあずさ総合研究所といって、えー、弊社の子会社が開発した維持管理含めた顧客メリットの VIM、えー、のソリューションですねといったものを、えー、今後活用していく予定になっています で最後がビム評価制度の策定ですあの一級建築士のような分かりやすいそういう目安がないので一応社内に今ビムの評価制度あるんですけども今後もっとフェアに評価できるような制度をどういうふうに作っていくかっていうのを検討中です。 でまあ、弊社は先ほど説明させていただいたんですけども、えー、設計者が美貌を使うという方針があるのでそれがどのように実プロジェクトで行われていたかというのを紹介できればと思います。でこれは私があの実際に担当していた台湾の桃園私立図書館というプロジェクトになるんですけども、えー、2017年から設計2019年から現場ですね。で2020年から私も台湾の方に えー、3年間、日本に帰らず駐在していたので、えー、ようなそういうプロジェクトです。はい、でこの「市」って書いてあるんですけども、えー、日本でいうと県のあたるあの規模の中央図書館になりますで。ちょっと概要を説明しますと、手前に見える、えー、白い建物が映画館、奥に見えるちょっと大きいものが図書館になっています。 建物の外周に緑が見えると思うんですけども、えー、そこがこういうあの屋上地上から屋上までつながる緑,の緑道になってましてここに図書館の本を持ち出して読めるような、えー、計画になっています。で室内は中央に最高と排熱ための光庭と、えー、吹き抜き部分はスキップフロア状に上階につながっていく、えー、主要動線かつ展示の空間になっています。で施設全体で5万平米超える 台湾で最大の図書館になっているんですけども、これがその当初提示されたスケジュールが基本設計で3ヶ月、実施設計5ヶ月という、ちょっと日本では考えられないくらいのスケジュールでした。で、あのまあ、そこにつながってくるんですけども、これ、今お見せしている画像が、この図書館の本のオブジェクトだけを表示したものになります。 で要求された蔵書量が全部で100万冊で、まあ、総量は大きい総量は大きいんですけども問題になってくるのはその基本設計の中で各図書館のエリアっていうのはどんどん動いていくんですけどもそのエリアごとにどういうふうにその蔵書量を管理していくかっていうのがとても課題になりましたでなのでまずどんあのアーキカド上のゾーンプロパティに各筆の書源を入れてでかつ、えー、本棚にですねあのその本棚自体が 何冊入るかっていう情報を入れて一覧表の機能を使って各ゾーン上にどれくらいの増殖数があの今入っているかっていうのをあの瞬時に判断できるようにしたりしてましたこれがなければその3ヶ月で終わらせるっていうことは全くできなかったなと思っております。 であの先ほどの光にはもう基本設計段階では構造との打ち合わせやあとはシミュレーションですねによってあのメンバーだったり形状がどんどん変わってくるんですけどもそれもアーキ a ドをプラットフォームにすることであの瞬時に爪に反映したり面積ですねあの面積調整がすぐできたりっていうふうなことであの外部のアプリと連携させて活用したりしてました。 ただこれは2017年の、えー、にやってたことなのでちょっと古いテクニックにはなるんですけども、えー、社内ではこういうものをあの一応ベースになって今も活用されています。で現場段階におきましてもあの実施設計5か月しかなかったので鑑賞、えー、だらけでした。で現場でもビームを使って鑑賞、えー、チェックをしたりっていうのをしたんですけどもいかんせん台湾なんで、えー、言語の問題があったのでそのビムモデルを用いてあの。 現地の、まあ、中国語をしゃべる人たちとあのなんですか、ね、打ち合わせできるっていうのはコミュニケーションの面でもかなりメリットがありました。はい、で他にもいろいろしゃべることはたくさんあるんですけども時間もそろそろなのでこの辺にしたいと思います。以上ですありがとうございました はい、平岡様尾野様、ありがとうございました。えー、本当にです、ね、こういったビンマネージャーが設計者とプロジェクトの間の橋になっていくのが、えー、非常に興味深いところではないかなと思いますので、えー、それではここからはです、ね、私に、えー、代わりましてです、ね、私たち g r a p h フ s o f t j a p a n で行っているビンマネージャープログラムの紹介について話していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 そしてこちらのビームマネージャープログラムというものはですねビームのプロジェクトの管理に関する重要な知識とそういった情報を学ぶためのプログラムになっていますそしてこちらのプログラムがですねワールドワイドで行っているものになっていますのでもちろん日本の中でさまざまなローカライズしたコンテンツも加えてたりしているんですけれどもほぼ 全国で同じ内容のものもになってまいりますとで日本の中ではですねこの3年を通って2020年から昨年まで,ではですね160名がこちらのプログラムを通っていることになっていますそして内容をもう少し見ていきますとですねこちらのプログラムは10週間でオンラインクラスで行っている長いプログラムと感じるかもしれませんけれどもたったの1日の23時間ぐらいでですね 毎週そういったオンンララインのクラスを行っているプログラムですでそういったプログラムによってですねさまざまな便ムの内容であったり私ともう一人の金田さんと呼ばれている方ですね現在ドイツにいらっしゃるもう一人のビンマネージャーの私と金田さんが大体の内容をオンラインで説明しながらたまにはそういったゲストプレゼンターもですねクラスに呼んで発表していただく流れになってきます。 そしてこういったオンラインのクラスがですね全てがマイクロソフトチームズで行っていますので毎週にもですねインタラクティブに今もスライドを活用していると同じように参加している皆様とさまざまな意見交換と Q&A を行っていることもやっていますそして先ほどおっしゃった通りですねマイクロソフトチームズで行っていますので全てのライブクラスが録画されていますので 時間がない方、手が空いてない方は、えー、後ほどですね録画されたものをマイペースでご覧になっていくのも可能ということですね。そしてこちらのプログラムの実際の詳しい内容に入っていきたいと思いますので、えー、まずはですねこのプログラムは3つのパートに分かれていまして、一番最初のパートは、こっちに書いている通り、VIM のオフィスのマネジメントになってきます。 でこっちのパートはおそらく皆様にとって一番難しいところになってくるかなと思いますので、割と今まで聞いたことのない、ビームの標準とか海外によく使われている ISO のスタンダードですね。そういったものについていっぱいと話しています。そしてそこで学んださまざまなスタンダードをどうやって自分のプロジェクトに定義していくのか。また、ビームを導入している場合に、どのふうにどう えっと導入するべきなのか、ワークフローをどのふうに改善したほうがいいのか、えー、そういったものについての検討ももちろん含まれていますと。そしてプロジェクトのデータの確認方法ですね、せっかくビームで作ったデータは、えー、きれいに出来上がったのか、ここはもう少しだけ検討して、えー、より詳細まで、えー、今後のプロジェクトで作っていくのか、本当にプロジェクトを確認するためのプロジェクトオーディットですね。 行っていていまたはそれぞれのプロジェクトチームの編成もですね、えー、本日もさまざまな会社からですねそういったチームの編成についていろいろ話してきたと思うんですけれども、えー、もちろん私たちも推進している構成とかそういったものについても入っていましてまたコラボレーションの方法ですね例えば Archicad を使ってこれをどうやって IFC を通して別の分野とコラボレーションを行うべきなのかまた、えー、他のソフトと 連合統合統すするための様々な提案もですね例えばアーキキャードとグラスホッパーであったりその後はですね実際のテンプレート作成アーキキャードのテンプレートの作成の部分に入っていきましてでこういったテンプレートを社内のテンプレートを作成しているところでどのような戦略の方がいいのかどのような手順の方がいいのか含むべき内容そういったさまざまな提案もですねこちらの2週間をかけて テンプレートについいてて話していきますそしてそちらのテンプレートの方もですね、えー、本日の話にもあったようにさまざまなデータが1つのプロジェクトに存在しますのでそれをどうやって管理するべきなのか、えー、そういったものについて2週間話していますそして最後はですね BIM プロジェクトのコーディネーションでこちらは今まで学んできたオフィスマネジメントとテンプレート作成で実際のプロジェクトレベルで 定義すするために何を注意すればいいのかどうやってこのテンプレートをプロジェクトまで持っていくことができるのかまたさまざまなビームソフトを使って出てくる課題であったり取得べきものまた IFC をアー i c a d ド書き出した際はこれをどうやってレビットにきれいに取り,取り組むのかそういった多分屋のコーディネーションとコラボレーションの方法についても含まれている内容になります。 そして私たちがオンラインのクラスを行っているだけではないんですね。えー、実際の宿題、まあ、言い換えると課題もですね、さまざまな課題がこちらのプログラムに含まれていますので、えー、毎週のテストがございますので、私たちがライブクラスで話している内容のテストが毎週出てきます。でこういった、えー、テストであったり、さまざまな参加者とグループプロジェクトを一緒に頑張って作ってたり。 えー、実際にアーキキャドを立ち上がってテストを行ってたり、えー、こういったさまざまなですね課題と宿題が含まれています。で、こういったものをすべて合わせていきますと、えー、トータルで千ポイントのものになってきまして、でここでですね、80%以上言い換えるとですね、8800点を取ることができますと私たちの、えー、世界中で。 認められているグラフィソフトのビンマネージャーの認定をいただくことはできるようになっています先ほどの、えー、プレゼンテーションにもあったような認定でございますでここの3年間を通ってですね、えー、現在の合格率は87%になっていますので非常に高い合格率ではないかなと思いますそしてこちらの認定がですね取得ができますと、えー、先ほどの話にも出てきた、えー、最近日本の中でも少し盛り上がっていると思うんですけれども、えー、このビルディングスマートジャパン のプロフェッショナル認定を受験すするることもできるようになっています一番最初のこのビームのオフィスマネジメントで話している ISO とかどう,いうどうやってビームのオフィスを管理するべきなのかそういったものについての認定になってきますので一番最初の4週間ですねビームオフィスマネジメントのところでいろいろこちらのビルディングスマートのプロフェッショナル認定に 当てはまる情報を得ることができるではないかなと思いますでこちらもですね、えー、合格率が95%ですので、えー、非常に高いと思いますのでこれはおそらく合格した皆様は取れるではないかなと思います、えー、では実際にこの 出てくるスライドをですね、プレゼンテーションの中に出しているスライドを、まあのぞき版みたいな感じで皆様に少しだけ簡単に紹介していきたいと思います。例えば、ここはビームオフィスマネジメントの最初の4週間のプログラムなんですけれども、実際のこの導入の枠の仕組みであったり、えー、左下に含まれているこの ISO のですね、ここはまだ知らない方が多いかなと思うんですけれども、例えばイギリスに行きますと、この ISO。 海外であったりと特にヨーロッパの方ですね、この ISO を使ってプロジェクトを進んでいる会社が非常に増えていますので,でこちらの ISO の知識をもとにですね、なぜこういう風にプロジェクトを進むべきなのか、でその流れにですね、ワークフローの中にどのような項目が含まれているのか、そういったものについて学んでいきますと。でまたファシリティマネジメントですね、FM をするために何を プロジェクトに取り組むべきなのか、そういったものについて話しているスライドとあとはこのテンプレート作成のところですねでこちらの方はいやなぜテンプレートが社内に運用するべきなのか使っていくべきなのかこれを使っていくとどれぐらいスピードアップができますのか またですね、アーキキャッドを使っている場合は、どのような項目、どのようなデータ、どのような採出、どのようなビルディングマテリアルそういったものについてですね、詳しくも話していきます。そして、テンプレートを作成するだけではなくて、これを実際の運用まで、トレーニングまで、どうやってそれをワークフローの中に取り組むべきなのか、どうやってそれをマネジメントするのか、そういったものも話していきます。 そして最後はですねこのビ i m プロジェクトのコーディネーションの部分ですねえ先ほどの日建コンストラクションマネジメントの話にもあったようなこの LOD の定義であったり私たちは社内の方で150の LOD もやっているんですけれども150の LOD を他の会社に言っておきますとえ伝わらない可能性もありますのでえそういったマニュアルを作成するためにいやどのような表現がいいのか 皆様にとって伝わりやすい方、えー、ようなマニュアルをどうやって作っていくのか。えー、でまたですね改定の機能であったり IFC データをアーキ a d ド書き出した際にこれがきれいに別のソフトに入っていくために、えー、どこで設定を変えた方がいいのか本当に細かいところまで、えー、いろいろはと話していきます。 はいそして多くの方からですねこちらのプログラムに参加していただいているんですけれども本当にありがたいぐらいの優しいコメントとフィードバックは多くの方からいただいていますのでここで少しだけ画面に映していると思うんですけれども先ほど話してた通りですねライブクラスを毎週行っているんですけれどもこれもすべてアーカイブとして残っていますのでアーカイブとして動画が残っていましたので大変助かりましたと。 またですねこのビンマネージャーは素晴らしいプログラムと思っているんですけれども最初はこの10週間が非常に長く感じたもののもう本当にあっという間でしたので始まるともう学生の頃を思い出したと言っているコメントも多く頂い,いていますとでグループエクササイズも非常に楽しかったですので本当にさまざまな業界さまざまな会社の方々とですね手を組んで一つのプロジェクトグループエクササイズを進んでいくと。 でまたですね、非常に重要なプログラムでした。充実,充実したプログラムでした。で、社内のこのビームの推進ですね、の概念が少し分かるようになってきましたので、本当に多くの方が非常に高く評価しているプログラムですので、皆様もこちらのプログラムに興味があれば、後ほど私から少しだけ情報を皆様に提供していきたいと思います。はい。で、私からの発表はこれで以上に。 なりましたので少しだけ時間が早いと思うんですけれども現在ですね時間が15時55分ですので10分の休憩を挟んでからですね実際のトークセッションと Q&A 質問もたくさん届いておりますのでできる限りですね皆様にも 答えをしししたいいいと思いまますすのでどうぞよろしくお願いしますそして休憩の間にもですねアンケートの QR コードを画面に出していますのでこちらのビームマネージャーデイというイベントも継続的にやっていきたい と考えていますのでぜひです、ね、このイベントのフィードバックであったり、改善するべきところとか、今後聞きたいところとか、そういったものをアンケートで記入していただくと、非常に助かりますので、どうぞよろししくお願いしますそれでは16時5分から再開いたします。 はいそれでは続きましてトークセッションの方に入っていきたいと思いますのでこれで皆様がこのつくべの隣に並んできましたので早速なんですねで飯、えー、田さん質問を本日のトークテーマを申し上げていただけますでしょうかはいじゃあトークテーマの方行きたいと思います。 まあちょっとカジュアルな感じでいければと思ってますのでまず、ビンマネージャーの存在価値や周囲の理解獲得についてというところからいきたいと思うんですけれどもやっぱりあの組織の中で目標設定であるとかあとは結構、ビンマネージャーで独立したポジションというふうに思われていると思うんですけれどもまあその中でどういう形でまあ社内の立場であるとかそういうものを確立していったかとかちょっとそういう話を聞かせていただければ嬉しいなと思います、はい。 じゃあ順番どおりにいきましょうかね、はいえー、それでは、桐山様いかがでしょうか、そういったビームマネージャーのであったりえとそのビームマネージャーのポジションなんですけど、えー、と多分どこの会社さんも一緒だと思うんですけど、スモールスタートで始まって、まあ、パースだけであるとか、まあ、基本計画図だけであるとか、まあ、そういうところで、まずは、えー、と知らない人と知る人をつなぐようなものを、実際の、誰ですか、成果品でまあ指し示していって、 で理解を深めてじゃあ次のステップ次のステップっていって気づいたらまあ中核何かする時にまず相談を受けるといったところでポジションを獲得するようなものなのかなというふうに思っててまあ我々マネジメントのところでも実際そうですよねプロジェクトの中で実際にやってみてそれでポジションを獲得していってでその中でいろいろフィードバックもあると思うんですけどでそれに合わせて次はじゃあこのポジションでやってみようかじゃあ最初からここにおろうかみたいな形でまあポジションを獲得し理解も同時に。 獲得していいくといった感じが実態ですかねなるほどそこもですね確かに徳永様もそういったビムのマネージャーのポジションが現時点ではそんなに明らかになっていないところでしょうかそれかと沢村の方でもビムマネージャー私たちはこういう風のものをやっていますとかそういうような。 役割はは正ししく設定されてるのででょうか現時点では、えっと、当社では、えっと、現段階ではまだビムマネージャーという役割が全社的にちゃんと周知されているかというと、まだまだそんなことはないかなと思ってます。うん、で、今の当社の段階でいくと、それ自体もあんまり実は重要ではないんじゃないかなと思っていて、うん、というよりも今の段階だと、ま,あ、まだあのビームを 運用できているに規模もまだあの小さいのでだから今はあのまあ例えば当社でうと徳永がいるから VIM の運用なんかうまくいってるなとか,なんかあの子に聞けばなんかこういいツールを教えてくれるなとかとりあえずこの人いい便利だねぐらいに思ってもらえたらいいなとでおそらくもう少し規模を拡大してきてえと別の部門でも VIM マネージャーが必要とかっていうことになってくるとまあそうなると VIM マネージャーっていうのはどういう役割でどういう評価がされるべきでっていうものを ちゃんと作ってい開けなきゃいけないなと思うんですが、現段階ではまだ当社はそこまで必要じゃないかなというふうに思っていたりします。なるほどですね。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ私たちもこのビンマネージャープログラムの中でですね、えー、ビンマネージャーにとってのスキルであったり、もう人えっ、ー、と何でしたっけ、パーソナリティであったり、えー、そういったものについていろいろ話しているんですけれども、もう今あの二人の話で聞いていきますと、やっぱり相談しやすい相手じゃないとなかなかね、そのビームツールの使い方とかそういう質問を 相談しやすい雰囲気じゃないとなかなか聞く気にはならないと思うんですので、えー、先ほどのアセス様のプレゼンテーションにもあったようにう本当にこの間の信にもなっているんですしビンマネージャーのポジションはであとヘルプデスク的なものもいろいろ行っていると書いてたんですけれどもそういうところもですね、えー、っとやっぱりビンマネージャーをやっている方はそういうコミュニケーション力とかは結構高い方になっているのでしょうか。そうですね、あのー 些細のことの解決って自分でいろいろとウェブを使ったりして調べることもできるんですけれども実は聞いてみるのが一番早かったりそういうことも多々ありますのでできるだけ聞いてもらいやすい環境を作っているのとそのために一応当社では各部署部門ごとに1人ビームマネージャーを担当をついてまして気軽にその人に聞けること あの聞いて解決して次に進めるような体制を目指してやっていまますす、はい、ありがとうございますでついで、ですね、まあえっとまあ、そこで、まあ、今のテーマが、まあ、そのビンマネージャーの価値についてのテーマなんですけれどもそこで実際のプロジェクトにビンマネージャーがあったからこそこういう価値を感じました、まあ、言い換えるとビンマネージャーが今までなかったプロジェクトがあ,あまりうまくいかなかったりとかそういった経験って皆様何か、えっと、話したいところありますでしょうか。特に、まあ 今アスサ設計様の方では結構それぞれのプロジェクトにビンマネージャーが存在するという流れになってきているという状況でしょうかね。えっと、マイク ビビムマネージャーがあってこういったメリットが感じましたそうですねあのやはりビームに取り組み始めた時は個々ここにプロジェクトも進めていっていることもありましたので隣でどんなことを挑戦しているかとかどういうふうに運用しているかっていうところがちょっと不透明な部分もあってかなり差が出ていたところもあるのでビームマネージャーを置くようになってからはあの、まあ、月1回情報共有の会議とかもしてまして。 あのまあ、それぞれが知識を共有していくような機会を持つようになっていますすね、はい、ありがとうございます飯田さんも何か加えたい情報ってありますでしょうかそうかそですねあの、まあ、私の私のが聞きたいとすると例えばあの一般的なマネージャーとビンマネージャーの違いというのがもし何か感じるところがあればちょっとお聞きできればと今、思いました。はい、そしたら いかがでしょうか、はい、まあ、大きな違いはやっぱり、ビムについてどれだけ深く精通しているかってところで、逆に言うと、ビムマネージャーもちゃんとプロジェクトのことを知らなきゃいけないっていうところがあるので、なんか一朝一夕になれるものではないんだなっていう気はしています。はいまあ、一番がががそこでですすかかかね、はい、ありがとううございいますそうです、ね、徳永さんはいかがでしょうか はいそうですね、あのまあ、先ほどプレゼンでも話した通りあのり、多分あの一般的なマネジメントに必要な能力も十分に必要だなと思ってるんですけど、あのあ今言われた通り、ビムって本当にできることの幅がすごく広いので、まあ、その中で自分たちの組織にはどれを入れて、どれは入れないっていう、取捨選択。 をするだとか、あるいは、まあ、この道に進んでたけど、あ、やっぱ違ってたなというときに。大きく、その方向を変えるだとかっていう。なんか、その、なんか、全体を俯瞰して、まあ、この方向に自分たちは進むんだ。っていう方針立てをするっていう能力は。結構重要なんじゃないかなというふうに思います。うん、ありがとうございます。そ平山さんの方もお願いします。<laughs> うん、えー、っと、先ほど、近藤さんのお話になったように、まあ、私も全く同じような。 発想してます、えーとまあ、通常の業務がちゃんと理解をしててさらにビームの知識がきちんとあるとで特にそのモデルの作り方というよりも情報の扱い方どの情報をどうやってどう使いたいのかっていうところを <laughs> ふわっとしてるところをまあ明確にしてあげてじゃあそうだったらこういうふうなソリューションになるよねっていうところの道を示すっていうところがまあ通常のマネジメントとビームマネジメントっていうところのまあ大きい違いかなと。うん と感じてますね,そうですね確かに先ほどのヨーロッパでの求人のところとかでもやっぱり VIM のモデルを作るとかそういう部分っていうのも確かにあるんですけれどもやっぱり会社の方向性であったりとかじゃあデータを使ってこのエンドユーザーさんというか顧客に対してどういうサービスができるかとかそういう部分を含めて考えるっていうところも結構多いのでやはりその方向性であったり何のために何をするのかっていうのをやっぱり明確に示すリーダーシップが必要なんじゃないかなと私もちょっと感じてるところです。 はい、本当にそうですね、まあ、徳永様もおっしゃった通り、もうビームでできることは本当に数多くのものがありますので、すべてのものを把握できている人は、多分このようには存在しないかなと、私は個人的に思うんですけれども、はい、皆様、ありがとうございます、えー、とこういったことでですね、ビンマネージャーが、今までのマネジメントのプラスアルファでビームも把握できているというえ回答はほぼえ全員から出てきましたので、でもやっぱりそういったビンマネージャー、 マネージャーの役割もあって、ビームのコートが把握できるからこそ、やっぱりプロジェクトでそういった方々と相談するのがすごい伝わりやすいんですよね、自分がやりたいことと、現在で困っていること、ビームの言語で通じると思いますので、そういった役割でございました。続きまして、ですね次のところに入ってもよろしいでしょうかね。じゃあえと次のテーマえーおっとすみません に入っていきます、はい、じゃあ次のテーマですねこちらの方でちょっといい流れかなと思うんですけど「ビンマネージャープログラムで学んだことについて」というところで、まあ、皆さんあのビンマネージャープログラムに3名様の方が参加いただいたというところで、まあ、そこで受けて、まあ、すぐに役立つというよりは、まあ、何か感じたことであると含めて、まあ、役立ったことがあれば一番いいんですけれどもお聞きできればと私もですねあの、まあ、10週間の長いプログラムであるからこそあのまだ心の中で響いているもの そういった学んでよかったもの何かあればぜひ皆様に共有していただきたいと思うんですけれどもここも平山様いかがでしょうか、えっと、私も徳川さんと一緒で、えっとまあ、昨年受けてよく認定が受けたあの出たばっかりの認定なんですけどだから受けて学んで変わったってことはまだ何か直接的なものはないんですが。えっと まあ、これをプロジェクト、えー、とプログラムを受ける前からーム、まあ、に関する取り組みはしててで、まあ、テンプレートであったりマニュアルであったりっていうのを、まあ、独学であったり、まあ、経験値から作成をしていましたで、えーとまあ、プログラムを受ける中で自分の方向性が合ってるかどうか、うん、あの足りてるかどうかっていうところは、まあ、結局自分の中で判断をするしかなかったのが、まあ、プログラムの中でこうですよああですよっていうふうなお話があったので、うん、ああ 間違えてなかったんだなとか、あとはこれを追加しようとか、まあこっちの方に変えようっていうふうな、まあ何て言うんですかね、補完的なものにはすごく役立ったかなっていうふうには感じています。いや良かったです。あの自分が思ったことが求められたっていうか、はい <laughs> はい助かりました。良かったです。はい。いや続きまして、えー、徳永さんは何か。 はい、そうですね私は逆になんか結構あ自分の独自にやってたテンプレートここはかんかってんなとか思うことも多々あったりとかしてまあでもそれも含めてなんかいろいろ勉強できたなと思うんですけどなんかえっとやっぱりあの プログラムの全体を通してすべてが今の自分たちの組織に生きるかというとなかなかそんなことはなかったんですねなんですけど逆を言うとまあ今の組織にはない視点でこういったものが世の中だとかもしくはグローバルな視点ではあるんだよとだから実はこういうこともあの当社では考えてもいなかったような問題が実はその講座の中だったりとかしてあこれを考えとくとちょっと先んじていろんな取り組みができるんじゃないかなとかあのこういったことができるんじゃないかなっていうのは。 1> 1つすごい思い思ましたねなのであの基本的には ISO っていうものを基準にプログラムの中でいろんな内容が語られてたと思うんですけどもあのそういうグローバルな視点でもっていろんな違う環境だとこんな仕事の仕方してるんだっていうのが知れたのはすごく良かったですし。 まあ間で2回ほどあのワークショップというかいろんな組織の方々と一緒にやるワークショップがあったんですけどそれなんかまさしくそういうところがすごい前面に出てあのよかっったなといいいうううに思ってまますすすはい、ありがとうございます、えー、そうですね私もこのビンマネージャープログラムの説明をやってたところで言い忘れたことが1つありまして、えー、っとまあ金田さん、あのドイツにいらっしゃるもう一人の先生の方がですね、えー まあいろんな海外のビームの仕組みについて非常に詳しいですのでこういった海外のビームの事例であったりえで私もですねまあどう見ても日本人ではございませんのであの海外の事例を私の方からもですねえよくネットで見つかってたりえ共有することもえそのプログラムの中にもありますのでえ徳永様が言ってた通りですねあ海外のビームはここまで進んでるんだとかえそういったものを把握しながらいやこれをどうやって日本の中で活かすことができるのかえそこから始まるえ考えとかアイディアが いろいろ出てくるかなと思いますので、割とそういったところも面白いではないかなと思います。はい、続きましてアスサ設計様の2方にはいかがでしょうか。はい、あの私もあの時後以前からまあテンプレートの作成だったり、あのそういう業務には携わってきたんですけれども、日々の業務の中だとどうしてもこう身の回りの足元のことに目が行きがちなので、うん、あの講習を通して海外事例だったり。 I S O だったりその国際的なあの知識とかこう同行の情報を得られたことがすごく大きかったかなというのとエミルさんと金田さんと本当の生の情報今の情報が仕入れられたっていうのが大きかったかなと思いますちょっとこれを今後どう生かしていくのかっていうところをあの考えていかなきゃなと思っているのとあとはそのグループでディスカッションする、うん。 こともまあ、普段だとどうしても他の会社の方とそういう場を持つことがないのであの,あの課題を取り組むときにちょっと別でウェブでミーティングしてあのあだこうだ言いながら課題解いていくんですけどもそれがすごい貴重な体験だったなと思っていますありがとうございますそうですねこのグループワークはもう、えー、いろんな方から 非常に良かったと言われてるんですけれども、えー、そうですねこのプログラムの中でですね、えー、この ISO この標準で学んだことをいや実際にこれを1つのプロジェクトで使っていく場合はどのような運用のプロセスとかワークフローになっていくのかをさまざまな方ですね大体45名ぐらいのグループに分けて、えー、でブレインストーミングとかを行って、えー、最後は1つのプレゼンテーションですね、えー、1つの成果物を提出する、えー グループワークなんですけれども、やっぱりいろんな方々と今まで聞いたことなかった内容と様々な会社と協力ができる場にもなっていますので、えー、すごく楽しいと皆様からよく言われてます。はい、ありがとうございます。で、小野様はまだ受けていらっしゃってたんでした、まだないんですよね。<laughs> まあ、そのある種台湾にいたっていうことを言い訳に、ねはい、言い訳にしていたので、でもオンラインで。 できるっていうことですよね。そうですね。お願いでます。まあ、じゃ後ほどお待ちしておりますので、<laughs> はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。飯田さんも何か加えたいものあるんですか。そうですね。私もあのまあビンマネージャープログラムのあのオンラインでやったやつの最初に参加したんですけれども、まあその中でやっぱりグループワークの中でまあ割とそういうグループセッションやるときに日本の方ってねなかなか積極的な方が少なかったんですけど、今回やっぱりビンマネージャーっていうので。 目標にされて来られててらるのでみんな結構割と積極的に話したりとか、うん、割と楽しくできたのとあとは結構その後夕方とかに時間外とかにもうちょっと集まったりとかしながらできたので、うん、まあ結構割と交流してその後とかもオンライン飲み会みたいなのやったりとかっていうのに仲良くなって、まあ、情報がんがさらにできるようになったかなと思ってます、はい、私もですねこちらの、えー、ビンマネージャープログラムを3年、えー、担当しているんですけれども今年で4年目ですかね。 でこちらのプログラムももともとインターナショナル版というか英語版を、ね、グラフィソフト本社がそれを行っていてで私もちろんそれに参加していていろんな要法則で初めて得ることができたんですけれども私もグループワークの時が確かにロシアの方デンマークの方ドイツの方も本当にさまざまな国の方がそこに集まっていてすごい賑やかな時間が。 できたので、本当にさまざまな国の市街とか勉強することもあったので、まあ、今回は日本の中でもこちらのプログラムが必要性がありましたので私たちがそれをロークライスして本当にさまざまなポジティブなフィードバックをいただいていますので、はい、皆まありがとうございますそれでは次のテーマ進んでもよろしいでしょうか。はい、私進みますはい、はい かじゃあ、そうしましたら次のテーマ持続可能なビーム運用についてというところでやっぱりビームを続けていくのにやっぱ人材の育成の話であったりとか実務者のモチベーションであったりとか、まあ、いろんなものが必要になってくるかなと思いますので、まあ、そのについてのご意見というのをお話をお伺いできればと思います。じゃそううしししままたらら今度は梓さんの方からいきましょうかきょ <laughs>、はいえっと、弊社では、えー あの、社内の標準業務工程っていうのがあるんですけども、まずその中にえビムを用いた鑑賞チェックを入れているので、あの半ばまあ、反強制的にって言うと言い方悪いですけども、ビムを使用するような状況にはなってきています。で、もう一つは9年前くらいですかね。から、あの新人研修ではビムをのソフトは研修に入れていてかつ。 そのビムの使い方は分かったけどじゃあ実際どうプロジェクトで運用しあの活用していくのっていうのが問題になるところなんで研修の最後の段階で実際に一つのプロジェクトをロールプレイングで、うん、あのやってみるっていう形であ,のあとはそのちょっといろんな会社さんであると思うんですけどあの若手の方が設計するために入ったけど あの実はビームばっかりやってるっていうふうにならないように、うん、あのちょっと監視する役割とかもつけてたりはします続きまして、えー、とあ早速、沢村様に行きましょうか <laughs> 徳永様は先にマイクを取ってしまいました。 えと持続可能って結構なんかこれ、あのー、最近な悩んだり結構考えたりすること多くてで、えー、と2つでも結構重要かなと思ってることがありまして、えー、と1つはあのー、とうちの会社の規模だと、あのー、そんなにこうしっかりと、ね、そもそもすごいトップダウンっていう企業でもなかったりするのでビム、あのー、をやる人口が勝手に増えていって勝手に学んでっていうような。 状況をちょっっとといいかかに作り出すかっていうことがえと重要かなと当社の場合は重要かなと思っていてで一人一人に VIM の良さを伝えたりとかえと教育したりとかって結構エネルギーいるんで,である程度の規模になるとそれはもう出来明けデジタルであのいろんなコンテンツを見て勉強できる状況を作りたいなと思ってるんですが今の状況でいくと「あなんか VIM っておもろそうっすね」と「なんかやってみたいっす」って言ってなんかこう。 勝手にこう人が集まってくるとかでそれで現場であ「じゃあこんなことやってみたら?」って言って各現場で、えー、羽ばたいてってやったらなんか分からんけどうまくいったぞとっていうようなことが、えー、と勝手に起こるような空気感を作るっていうのを、あのー、私の中ですごく意識していてだからそうしていくと、まあ、ある程度の人口が増えてきてた時に、まあ、改めてガチッと組織にはめてみようかなとかっていうことを考えたいなと思うんですけど。 と、えー、ということを考えてますでもう一つちょっとあの考えてることがビ、えームの、まあ、テンプレートにしてもマネジメントにしても何でもそうなんですけど完璧なものをやっぱり最初から作るの結構しんどくてで、えー、とそれよりもあのしかも、まあ、毎年 コービムのバージョンも上がっていてできることもどんどん広くなっていくっていうような状況を考えるとあの不完全でいいのでえ一つ一つのプロジェクトなり一年単位でもいいので何か取り組んでこう失敗したこう成功したみたいなものがちゃんとフィードバックされて次にどんどんあの更新していくっていうまあ循環するような仕組みを作っとくということの方が重要なのかなと思って最初は結構完璧なものを作ろうという意識して取り組んでたんですが。 なかなかなしんどくてです、ね、なんであのでそれもあのとりあえずの,この循環さえ作ってしまえば勝手に回るというような状況にして、うん、あとは、まあ、たまにこちらがマネージャーとしていい刺激をちょくちょく入れられるような状況にできたら一番いいいいいいかなととう,うに思思ってまますすそうですねそういったビームをやりたいというモチベーションがですねあの社内で広がっていくともうあっという間ビームがビームマネージャーからやりなさいということを言わずに。 始まる可能性も高いと思ビ、はいねえームのいいところ、えー、本当にそのプレゼンテーションにもあったようにです、ね、本当に何の目的でビームを使っていくのか、そういったみんなのためのウィンウィンですよね、メリットを、えー、探し出しながらいや、これをやっておけば、みんながビームに興味を持てそうなものを社内でピックアップして、それに少しだけ収集しすればあの、その社内のビ、えームの導入プロセスが。 ちょっととだけスピードアップできるかなと思います、えー、それでは続きましては日建コンストラクションマルイベントの方ではいかがでしょうでかえっと大持続可能という意味で言うと3つ大事なポイントがあると思っていて1 <laughs> つが、えーっとまあ、先ほどあの紹介させていただいた事例みたいに全部ビームでやりきろうがスタートではなくて、まあ、この目的に対してまずやろうというふうなものを、えー、っとある種、独立なツール化をしていく。 そうするとまあいろんなプロジェクトでまあそのツールをはめよう、でも全体としてはまだ使ってないよみたいな形で、まああのうんですかね、ビームを採用しやすい状況をまず作るっていうのが、一つ重要かなというふうには思ってます、もう一つは、そうであったとしても、ビームの人材を育てるとまた別の話になるんですが、それとは別に、より広になるビームを使うための基本ルール、会社としての基本ルールは、それとは別にきちんと作っておく。 もしビムの人材が今後増えてそれが一般化したっていう時にじゃあ今から考えるのっていうのはやっぱり転換がやはりかなり難しいので、えっと、そこはもう全く別の軸で先に作っておく。 で最後にまあ教育なんですけどこれに関してはあのかなり難しいと思ってます。というのはまあ先ほどの特設賞の中でもありましたけどやっぱり通常の業務を理解をしてなおかつビームも理解してというのでまあ単純に二足のわらじっていう風ながビームマネージャーには求められるのでえっとまあ最初からビームマネージャーを目指すぞっていうところではなくてこちらもスモールスタートでまずはビームコーディネーターまあプロジェクトにこう当てはめる。 こことの、まあそこのそ部分だけ理解をしてるっていう人からスタートしてじゃあ次のプロジェクトでこっちもやったからで気づいたら社内のルールであったりっていうのを理解して気づいたらビームマネージャーになってたと、うん、言った運搬がそういうのが環境を整えるのが重要なのかなっていうふうに考えてます。はい で今の話にも出てきたビームコーディネーターという言葉もですね、えー、いつはこの業界の中に存在しているんですけれども、このビームコーディネーターとビームマネージャーの違いについて、少しだけ話したほいいうが、ねねまあ、違いっていうのが、なかなか今、難しいところもあって、オーバーラップしているところもあると思うんですけれども、うんね、まあ一般的にこういうところで言うと、やっぱりビームマネージャーっていうのが、よりビジネス的な役割を担っていると言いますか会社の方針であるとか、大きい本当に全体的な方針であるとか。 いいうのが多くなってきていてきビームコーディネーターの方がより実務的な内容といいますかあの実際にやっぱりそのデータをどういう形のものが必要なのかじゃあいつこのデータを誰に渡すのかであるとか、うん、でそのためにはどういうものが必要なのかでそのためにじゃあさっき言ったテンプレートとかっていう話もありましたけれどどういうものが必要なのかっていうより実務的なものをこう作っていくというようなことになるのかなと思います。 でこれはコーディネーターだけでビンマネージャーが分かってなくていいというわけではなく当然、ビンマネージャーはそれを理解した上で手を動かしたりとか実務的にやってくれるのがコーディネーターという形かなというふうにちょっと私の認識の中ではそういう形ですけれど、うんまあ、そうですね、はい、あの海外の事例とかそういったものを見ていきますと本当にこの近くの数年ですね2年と3年前ぐらいからこのビンマネージャーの役割の。 まあ業務的な内容がいろいろ変わってきて飯田さんもお伝えしてた通りですりそういうえ組織的なレベルでいやどうやってこの私たちのビームの会社がビームが進むべきなのかえそういったところに し集中してで実際の例えばこの重ね合わせモデルを確認したりそういった業務が減っていく流れですのでもう今も日本の中でこのビンマネージャーの弱割は一体何をやってるのかっていう曖昧なところもあると思うんですけれどもこれもおそらく近い将来ではこのビンマネージャーとビンムコーディネーターの新たな弱割がですねもっと 明確になってくるかなと思います。えー、ちなみに日高様はあの飛ばされてたんですけども大丈夫ですでしょうか。大丈夫ですか。<laughs> はい。いやありがとうございます。<laughs> えっとそれではですね、えー、最後のトークセッションのテーマに入っていきたいと思うんですけどもこれも割と大雑把なものなんですけれどもビームマネージャーの未来というテーマでございます。いかがでしょうか。 ビームマネージャーは現在いろんな業務を行っているんですけれども近い将来ではもうビームも常に進化していると思いますので,でこういったビームマネージャーがやっぱりビームっていうソフトもより複雑になっていくし、えー、と入力できる情報とできることもだんだん増えていくソフトに進化していっていますので,でそれを管理するべき、まあ、見守るべき存在としてもビームマネージャーが必要となってくると思うんですけれどもそういった課題とか これからのビンムマネージャーはど,どうなってくるのかって何か思い当たるところはありますでしょうかいや例えば山様、えっとま、先ほどの説明もさせていただいた中でも、えっとまあ、私自身も通常業務をしながらビム、うんまあの、えっと、業務の,の反映っていうのをしているように多分そこを完全に切り分けるっていう未来は多分来ないと思うんですね。うん であったとしても、ビ、ま、ブ、あ、マネージャーになれるような人材が複数いた中で、専門がいる、うん、で兼任がいるっていうふうな状況になるのが普通かなと思います。まあ、というのも、まあ、先ほどから説明があった通り、あり、業務を離れた状態で、えー、と完全にそのプロジェクトに対してアプローチができるかっていうと、うん、多分そこは難しいと思うんですよね。なので、まあ、未来という意味で言うとあの、まあ、大きく二極化すると思ってて。はい えとプロジェクト先言うのはコーディネーターによりつつ半分ビンマネージャーの足を突っ込んでる人と、うん、ビンマネージャーな言ってしまえば会社のインフラを整えるっていうところに特化したビンマネージャーとあー、まあ、まあそれが言葉として分かれるのかまたはそれを統合してビンマネージャーと呼ぶのかは分からないですけどまあ立場としてはそういうふうな未来がやってくるのかなと。うんうん、ただまあ どんなプロジェクトであったとしてもビームは使えると思うので、まあ、そういうふうな存在がいて普通建築担当がみんなビームコーディネーターであるというのが普通になる未来が近いうちに来るんじゃないかなというふうには漠然といますうござでは、沢村社の方で徳永様いかがでしょうか。はいえっと そうですね、あ私もあの、えー、と当社の中でのビームマネージャーっていう話でいくと先ほどの話のもう延長で、えー、といろんなことがまあ勝手に、えー、興味を持って、えー、ビームを取り組んでくれるとか、うん、で勝手に教えやってくれてでそこでフィードバックしたものが勝手にもうあのテンプレートなり、えー、マニュアルになっていくみたいな状況を、まあ、できるだけ、あのーえー、と手がかからないようなところで新しい刺激を与えるっていうことだけに特化してマネジメントができると えー、一番いいなと今までのやり方はこうだけれどもこのやり方の方がいいんじゃないとかこんなのもあるよっていう案だしとえっ、ー、とその循環のシステムを作ることだけができるような状況になると最高だなって思ってるんですんでえっ、ー、とそれとちょっとあの当社の組織以外の話でいくとえっ、ー、とちょっと思っていることが今あの。 提案しているクライアントがです、ねにえー、つい先日あの提案したことなんですが結構大きな敷地の工場を,さ工場を持っていらっしゃる企業さんでその数万平米という規模の中の、えー、といろんな棟の建物がありますよと。 でそこの会社さんの管理部の,、まあ、あの建物敷地を管理している方が、えー、どこにどんな配管が埋まっててでどこにどんなふうに休憩所があってでどこにトイレがあるかもよく分かんないみたいな状況があると。うん、でなので、えー、先ほどあのヨーロッパでの求人の話があったと思うんですけど、うん、あのヨーロッパとかだとその。 設計者とか関係ない施設の管理の人がビムのマネージャー的なことをしているというようなことがあったんですがそういったことも提案できるのかなとビムベックスでえとこれを見ればどこに何人の人が働いてて男女比どれぐらいですよとかだからここにトイレ少ないんちゃいますとか倉庫はここにありますよとか配管工事、ここにあるからここで何かすると聞きつけてねとか。 とかっていうような、あのーまあ、その人自体がビームを触れるようにはなかなかならないと思うんですけど建物とか施設全体の管理をビーム X でしたらどうですかっていう提案っていうのは、まあ、近いうちにできるんじゃないかなとそう思うとよりビームをやっている企業にお願いしたいとかビ、うんえームを使っている人に、えー、と仕事を依頼したいとかっていうこと、ねうね、っていうニーズも増えてくるんじゃないかなと思うので、うん、まあそういうなんかこうクライアント側にもそういうふうなビームマネージャー的な、えー、と良さを 提案できていったらいいのかなというふうに思っていたりします。はい。面白い用法でした。<laughs> ありがとうございます。えっ、ー、と、いや、続きまして、あの、アスサ設計の方ではいかがでしょうか。こういった、えー、まあ、結構、あの、社内でビームマネージャーという役割も、もう結構。明確にされてるかなと思うんですけれども。近い将来で、こちらの方は、なんか変わりはありそうでしょうか。そうですね。あのー。当社は、今、その、こう、広い意味で。 いろんなことをやっていたビームマネージャーをいろいろちょっと役割ごとに整理してまあ戦略に特化した部門とまあ社内普及に努めるとかこうちょっと役割分担をしているような途中なんですけれどもまあちょっとその,あのどのようなことをやっていくのかの整理をしていくことでだいぶあのビーム設計の交通整理にもなるんじゃないかなと思ってまして、はい。 まあそれを進めていくというのと、まあ、あと設計者ファーストということで考えてはいるんですけれども経営層へのアプローチもやっぱり必要になってくるかなと思いますので、まあ、直接ビームを触ることはない経営層にも、まあ、例えばあのこうビームの入力状況だったりあのプロジェクトの進捗をあの パワー BI とか BI ツールで可視化してこう伝えるっていうところもこうビームマネージャーの役目としてはこれから入ってくるのかなというように思っています、うんはいえー、実際の,そのビームの愛をいろんな場面で活躍できるためのえ知識を増やしたりとかですねはい。面白いと思いますはい、えー、それでは時間もあれですけれども、えー、と実際の Q&A に入ってきても大丈夫でしょうかう、ねはいはい、じゃあそしたら Q&A の方に 本当に数多くの質問をいただいていますので、うんうん、え本日はすべての質問を答えることは、多分できませんけれども、そうですね、じゃあ、最初が、最初がもう、さっきちょっと話してしまったんですけれど、ビムマネージャーとビムコーディネーターの違いは何でしょうっていう質問が来ています。うん、まあさっきちょっと話したので、ここは割愛しますけど、なんかもし一言言いたい方、いらっしゃいば、追加したいもの何か。 あればそう私と飯田さんが勝手にこれについていろいろ話してきたんですけれども <laughs> あの皆様の中もですね、えー、特に平山様は結構現在のこのビンマネージャーとビー,ビームコーディネーターだったものが今後ビンマネージャーになっていくっていう流れがいいのでしょうかねビームの何でしたっけいろんな知識があってそこでマネジメントができる人を見つかるのであれば。 別のポジションでえ。えっとそういう意味で言うと、えっ、ー、とそもそもビブマネージャースタートができるかっていうふうなぎあのお話があると思うんです。<ー>で、なんでかっていうと、多分。 じゃあやりますってなった時にいきなりじゃあ社内の,あの情報整理をやってこのルールでいきますっていうのをスタートするってかなりハードルが高い,いすそうで,す、ねうん、なんでそもそもビームマネージャーという名のビームコーディネーターからスタートするっていうのが現実的だと思うんですねでその中であこの交通整理がいるなあの交通整理がいるなっていうところからなっていくというふうに思ってるのでまあ 気づいたらビブコーディネーターがなくなってみんなビブマネージャーみたいな状態<ー> <laughs> なのかなっていうふうなでも今の話に、えー、とちょっとだけ要望加えていきますと、えー、少しだけ日本独特な状況かなと思いまして例えばあのヨーロッパとかに行きますと、えー、そういったさまざまな標準があってでほとんどの会社が何かの標準に沿って でプロジェクトを進んででいきますのの、えー、日本の中はです、ね、それぞれの会社は自分なりの標準を作ってたり、えー、自分なりのビ、えームの作り方があると思いますので、えー、で,ですので、まあ、確かにおっしゃる通り、えー、そこでその会社のことを何も知らずにそこに入っていくとさすがに管理がなかなかしづらいと思いますのでその社内の標準とか全く何も知らず 状況からそれをマネジメントするのが大変だと思うんですけれどもでもそこでまあ例えば1つの社、えー、と日本の国内の標準があってで全ての会社がある程度の視界位置で作業をやった場合はもちろん1つの会社から別の会社に移行するのも、まあ、スタートからビームマネージャーとして働くのもありえるかなと思いますすででしょうそうですね、えーとまあ、世の中に、まあ、日本限定でいうと、うん、まあ日本での共通のビームの考え方っていうのが まあこれからどんどん,どんどん進んでいって、まあ、ここはこういうルールでいきましょうみたいなあの社会標準みたいなのが多分出来上がっていいくと思いますそれは誰かがどっかの会社が考えたものにみんなが乗っかるでもいいですし、まあ、国が方針を示すでもいいと思うんですけど、まあ、それができた段階では確かにあのその会社をビンマネージャーが単独で渡るっていう可能性はあると思うんですけど、うん、まあ近い将来ぐらいの、うん、出てくるといいですよね、うん、っていうぐらいのレベルで 言っていますので、はいはい、はい、ありがとうございます。質問、ね、次、ね、質問たくさんあるので、ちょっと次の質問に行きたいと思います。お願いします。はい、そうしましたら、ちょっと字小さいので読めるかあれなんですけど、<laughs> ビッグマネージャーの業務内容はプロジェクトごとに変わる場合がありますと。で、まあどのプロジェクトでも必の必須で共通な内容があれば教えてくださいというところと、あとはまた。 当初思っていたよりも実際に行わなかった業務内容があれば教えてくださいということがあるのでどうしよう皆さんちょっと首ひねってますけれどもじゃあちょっと徳永さん、うん、えー、っとそうですねはいプロジェクトごとに変わる場合はまあも,もちろんあると思うんですが、えー、っと本当は多分ない方がよくて、うん、えっと,というのがあの 実際絶対起こるんです、プロジェクトやってたら、あの社内のマニュアルだったりプレテンプレートにこれが足りないなとか、全然起こると思いますし、運用の方法も全然変わると思うんですけど、でも可能なら、それが出来上がった頃には、そのプロジェクトが終わった頃には、じゃあそれをいかにテンプレートにどう組み込むかとか、マニュアルにどう組み込むって言って、なので、次回からそういったことが起こった時にはもうそ、まねえーっと、それのマニュアルを出してあげるというような状況にできればいいのかなと思うので、なので、 ちょっと一般のビームマネージャーのやり方とは違うのかもしれないんですが、えー、とプロジェクトごとでは好きに活用できるとあまだあのちゃんとしっかりとあのマネージャーが出来上がるまではなんですが好きに活用していい代わりに終わったときにそれをちゃんとフィードバックしてもらって、うん、テンプレートにまとめていくって作業の方がビームマネージャーとしては重要なんじゃないかなと思うのでだから、えー、とプロジェクトごとに最終的には変わらないような。えーとうん 仕組みとかあ、もしくはまあ、プロジェクトごとにあったものを、えー、瞬時に提供できる状況を作っていけるのが一番いいんじゃないかなと思ってます。うん、はい、はい、ありがとうございます。実際に行わなかったっていうのは難しいですね。う <laughs> そうですね、なんかあるかなと思ったんですが、あちょっと思い浮かばなかったです。あ、でもなんか組織の中の運用みたいなあの。いわゆるビムとは関係ない。あの組織。 社内政治じゃないですけども、社内の人をどういうふうに動かしていこうみたいなことはちょっと想定してなかったですけど、うん、まあ楽しかったんですけど、そういうことは想定してなかったですね <laughs> どっちかというと、実際に行わなかったでもないけど実際に想定してなかったけど、業務になっちゃったっていうことのほうが多くないですかあそうですね、確かに想定してなかったけど、あうん、結構、あの、その、ビムあの、 ま、先ほども話した通りなんかできることがめちゃくちゃ幅広いので、うん、やってるうちになんか全然違う新しい価値観とか情報に触れちゃうっていうこととかあ,あとはなんか前はこれぐらいで線引きしてたけどやってみたらもっとできるやんこれとかっていうことが多くて、うん、なので自分で自分の業務を増やしちゃってるところも多いにありますし思ってたようなやり方が全然違ったとかっていうこともあのそれはありますねなんかそ,そんなイメージですね。<laughs> はい、いありがとうございます。そうしましたら、ちょっと時間の関係もあるので、次に行きましょうか。そうしましたら、今度は日研コンストラクションマネージメントの平山さんへのご質問になるんですけれども、はい、優しい便は設計施工、運用を通して使えるとのことですが、便マネージャーは各段階で別の方が行うのでしょうかと、その場合、引き継ぎについて何か工夫していることがありますか、また、便マネージャーの育成計画があれば教えてくださいと。 まず、えー、とさっと答えれる最後のビームマネージャーの育成計画に関してなんですけど、えー、と目下検討中でございます。というかこれが一番難しいかなと思ってます、まあ、先ほどもお伝えした通おり、まあ、通常の業務を理解しつつビームの知識っていう風なところがどうしても求められるので、まあ、時間がかかる。 っていう,ふうに考えてますで、えー、とその上のム、えー、マネージャーが各段階で別の方が行うのでしょうかということなんですけどこれは理想としては各段階フェーズによって変わっても問題ないっていう状態を構築できるよう、まあ、テンプレートであったりマニュアルの整備をしているっていうのが、えー、と実情ですただ理想はやっぱり変わらない方がいい。 えとずっと一気通貫でいる方がいいっていうのは、えー、とそれは実態です。で工夫なんですけど、えーとまあ、さっきあの徳永さんの説明の中にもありましたけど完璧なものを作らないっていうのが実はここの重要な部分かなと思っててテンプレートデータを作ったりする時に、まあ、情報の入れ方 1>, まあ1対1っていう A A A、A イコール A っていうふうな情報の入れ方って、多分普通に考えたらなると思うんですけど、その入れ方って、それ以外に転用できなかったりするので、A イコール無限みたいな感じで、少し、えー、とこの情報に関してはいろんな情報の入れ方があるけど、そこにまとまってるよっていうふうな、少しバッファーを持たした、えー、と設計をするように心がけてます。 なんで、それが、まあ、言ってしまえば、ビムに精通してない技術者が経験値から持ったものを入れ込める。なんか、こう、自由に動ける場所。が、必ずどこかに作るような、そういった、なですかね、ゆとりある。ものにしてるっていう工夫はしてます。ちょっと、それ、お聞きしたいんですけど、はい、そういうバッファーのある。いい、あの。 ルルーとといいううか当社作りたいなと思うんですけどなんかそういうのに必要な能力というかこういう人が向いてるっていうのは実務がすごくできる人っていうことなのか VIM がすごく詳しいっていうことなのかそれとも全然違うなんかあのそ組織のマ,マネジメント能力がすごいあるとかっていうことなのかなんかそのルール作りってなんかど,どういう経験が来てるなと思いますかえとそれに関しては、えー、と社内からのニーズそれをやった時のニーズをまあ いいいろいろ出るじゃないですかこれしたいあれしたいって、まあ、まあ言うたらわががままが出るじゃないですか <laughs> そのわがままをまあ個別で対応しているとどうしてもそのたんびそのたんび特殊性が出てしまうのでまあそういったわがままに対して受け皿をこういう形で取ろうというふうなのをもう決めてしまうだからここでやってねっていうそこのルールだけを決めてしまうその中のルールは決めない。 そうなので、えー、となんか向いてる、向いてないじゃなくて、まずは、えー、と自分たちが作ってこれでいいと思ってるものに対して、まずに、えー、社内的なニーズを吸い上げるで、そのニーズの分類をして、でそれを応えるために、一番手数が少なくて、えーと、実用できるものをふわっと作るっていうところかなというふうに思っていいまます,す<ご> <laughs> 大変参考にななりりしたた当社でもやりたいなと思います。 あありがとうございましたじゃそ今度は三浦のさんに、サンウラの3になるんですけれども今度は社内でビムの浸透や展開する中で目的の明確化や目標の設定に対して詳細まで考えられていると思うんですけれども、まあ、参考になったので、まあ、その中で思った通りに動いてくれない管理が難しいと思うとき、ビムマネージャーとしてどのようにブレイクスルーしましたかと。 そうですねこれはすごく悩みました <laughs> あのなんですがあのちょっとプレゼンでもあった通り当社はすごくこう、まあ、ボトムアップというかあんまりこうトップダウンっていう気質がない会社なのでなので必ずこれをやってくださいねとかっていうふうに、まあ、上から言って聞き,ます、はい、聞きますっていうような感 組織ではあまりないんですねなので、えー、と今そこで書かれてるような問題なんかこう全然思い通りやってくれないとかっていうのは、えー、と早々に諦めるっていうのが私が <laughs> 取った行動ですなんですが、えー、とそうなった時に、まあ、諦めるともちろん目標が達成できなくなるので、えー、とそうなると上司に怒られたりもするわけなんですが、えー、とそうならないようにするためには、えー、と目標を設定する時に あの先ほどもちょっと話した通り、えー、明らかにこれはやったら良さそうだなっていうようなものから目標にしていくっていうこととあとそれをしてるとなんとなくあこいつはもうちょっとマニアックなところに興味ありそうやなとかちょっと何人か出てくるんですよねそういう人にはちょっとここまでやってみたらっていう目標を設定してみたりとか、あのー、っていうふうにちょっとこう人を見てなんかこう目標をやっ作っているようなところがありますであね。でえーあと あの先ほど3カ年の目標計画を立てましただったんですが実際には全然達成できてない項目もありますしあそこには載ってないけど大きくなんかこんな成果が出ましたっていうこともあるのでなのであれの目標はすごい細かく作ってるように見えたと思うんですが頑張って実際作ったんですがそれよりも社内的になんかビームやっとるぞとっていう空気を作るっていうことの方がしなんとなく僕は私この目標を与えられてんなっていう空気を作るっていうことの方が あの3加年の計画では重要だったかなと思いいいまますすはい、どううもありがとうございます、はい、じゃあ、そうしましたら、ちょっと次の質問の方に移りたいと思うんですけれども、今度はあじさ設計さんの方に質問になるんですけれども、ビムリーダーはいわゆるビムコーディネーターでしょうか、衣装設計者が担当することですか、そのプロジェクトの設計もまあ兼業でしょうかというところですね、仙人の場合、どのようにして運用しているのでしょうか。うん モチベーションえっ、ー、と当社あのビムに関わる役割全て兼任で行っておりましてあの質問の通りビムリーダーはいわゆるビムコーディネーターでデータ管理とか、まあ、そのプロジェクトに関するどこかあの他の部門とかとの,あのデータの橋渡しとかそういうところを主にしています。 なのであの実際にあの衣装設計も行っている担当者があの兼務で行っているような状態です。まあ、あのなかなかビムマネージャービムコーディネーター専任っていう運用が難しいかなと思っていまして。 あのビームマネージャー講習の中でも海外の事例でもやはりちょっと専人にはしていないまあ3年なりこうローテーションを組んであの交代でやられているような事例もお聞きしたのでまあ自分自身もちょっと専人でやってくださいって言われるとかなり荷が重い部分があるので。 当面の間はあの県人で設計もしつつビム、うん、のことも見つつというような運用が続いていくかなと思っています。うんうんうん、ありがとうございます。ちょっと淳さ設計さんに他の質問がちょっといくつかあったのでちょっと合わせてちょっと質問してしまうとちょっと今度割と実務的な質問なんですけれどもちょっとあのこちらの方下の方には出ないんですけれどもあの、まあ、実際基本的に 計画についてはビームで作成されているということでしたが、まあ、基本設計、実施設計についてはどうでしょうかというような形の質問ですね、うんで。あとはちょっとこれと合わせてあのもう1個質問があって、まあ、あとはデータとは結構重くなっちゃうのでなんか軽くするために何か工夫されていることがあればっていうのがあるので、うん、もしよろしければちょっと割とテクニカルですけれども。はい、はい、あの実際さっきあの うちの経緯の中で基本設計100%っていうのとあの一般税100%っていうふうに書いてて、えっとまあ、社内目標としてはそうだったんですけれどもあの実際は実施設計まで使っていますやっぱりその VIM の I の部分であの実施設計まで使った方が明らかに優位があるので基本設計までやったら実施設計までできるということだと思っているので実施設計までは使っていますね。 データをちょっと軽くするために皆様は一度は <laughs>、えー、体験したことはあると思うんですけれども単純にまずデータを軽くするかスペックのいい PC に変えるかっていうのもあるんですけど <laughs>、うん、他なんかかありますね先ほどご説明したときにあのキックオフのときにビムマネージャーが今必ず入るようにしてまして。うんまあ、そ 最そ分かっているのでできるだけそのキックオフに参加した時点でいくつか等があれば別々に作るのがいいのか一つで作った方がいいのかとかどういうデータの分け方をするのかっていう時もそのキックオフの時にできるだけ前倒しで進め方っていうのを設計者と一緒に考えていくことでもう少しでもこう ビームの設計ががししやすすすすいいいいよよううううな環境を作るようにしていまま、うん、はい、ありがとうございますそうですね私たちもこのビームマネージャープログラムの中で、えー、とこういった BEP ですねビームの実行計画であったりあのビームのプロジェクトがスムースに進むために私たちにとってこういうデータが必要ですよ私たちがビームソフトに入れてる 2D データはそんなに詳細度はあの。 詳細まではいらないのでもう基準までのレベルでいいですのであのできる限りそういった目的によって目的に合わせてデータを、えー、早い段階で,です、ね、キックオフのところで決めていただいてでそこで軽いデータでやり取りを行った必要,必要なもののみを、ね、データで転、えー、と送ってたりビームモデルに入れてたりすると、まあ、やっぱりそういったワークフローがよりスムーズになってデータが爆発的にでかくならないかなと思うんですけれども。 他の2方も何かデータが大きくなっていること対決したことはあると思うんですけれども例えば日研設計の方ではいかかがでしょうか、えっとまあ、先ほどの説明にもさせていただきましたがうちはそもそもデータを軽くするっていう作り方が、えっと、こうですというふうなところにしているのとあと、えっと データが重くなる最大の原因って 3D の見え方をやっぱ意識してどん,どん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 そこのパース的なものを意識するとどうしてもデータ量が上がると思うんですよね,すよねだからそこの目的を切り分けるかそれを一つの中でやるんであれば各ファミリー,やー各オブジェクトがあとどういうふうになっているべきかっていうことをまず最初に定義をしてしまうっていうのが重要なのかなと思ってますでまあ紹介させていただいたあの事例でも あの設備シンボルで 2D 的なもので判断するというふうな工夫をしたりして 3D 上では非常にシンプルな丸であったり四角であったりっていうのにすることによってまあ別にそれで事足りるというのもあるのでまあそういった工夫を入れていくとまあ既存の 2D の表現にえっとなんかこだわらないというのがありがとうございます。 はい、じゃあそしたらちょっとまあ時間にもなるんですけどちょっと最後にあのちょっとテクニカルの質問で終わるのもあれかなと思うのでちょっとあのお話最後の質問にしたい,いきたいと思うんですけれどもあの、まあ、ちょっとお答えできる範囲で大丈夫ですということなんですけれども、まあ、ある企業では経営層からあの業務情報をアナログではなくデジタルにしてほしいというところからビーム推進が進んだというような話があって、まあ、皆様の会社でもあの まあ担当指導だけではなく、まあ、結構経営層とかそういうところから何か明確なメッセージとかなんかそういうのがもしあったのであれば、まあ、どんなものがあったとか、まあ、経営層というかまあ上の方からですねあれば皆さん一言ずでいいので <laughs> いただければと思うんですけれどもじゃあずさんの方から何かもしあれば、はい、<laughs> えっと 経営層から指示というよりもあの先ほど説明したビム戦略室っていうのは、うん、むしろ経営層にビムに対するいろいろなことを判断してもらう状況を整えて渡して分かりやすい情報を渡して判断してもらうっていうような組織になっているかなというふうに思います。うんうん、ありがとととうううございいますそうですそでね、まあ、ちょっと逆というか、まあ そういうことで、きちっとこうケースに伝えると情報を伝えるというのは大事だなと思います。そしたらすいません。徳永さん。はい、えー、っと。多分当社でも同じような形で、あのとビームっていうのはまあ,あくまでツ,ツールの一つなので。なのでえー、っと今社。 いいじゃないな会社の中でのこういう問題点をビ i ムだったらこう解決できますよっていう提案をして、まあ、その代わり、えー、いいパソコン買ってくださいとかライセンス増やしてくださいみたいな交渉を、まあ、組織に対してするとで、まあ、それだけ言ったからにはちゃんと評あのなんか何かしらの成果を提示しなきゃいけないなというような感じでしているかなと思いますただまあちょっと良さを提案した上で組織をまたいだなんかこうあつとか摩擦が生まれないようなところは結構あの会社に。 あのバックアップしてもらってやってるような感じかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃ、平山さんお願いします。えっとトップから何か方針っていうのはまあ、うちもないです。ないですが、えっと我々がこれをやってみたい。やりたいっていうのをやって、それに対してまあ、これもやったらどうであったり、こうしたらどうっていうコメントはもらって、じゃあやってみます。という形で基本進んでるますね。うん ありがとうございます。私も v ビムのコンサルみたいな形で、まあ、日本であるとかアジアとかでいろんな会社で導入のサポートがしたことあるんですけれどもやっぱそこも割とボトムアップが多くてもともとはボトムアップである時期からトップの人がそれに反応して上から行くっていうような形が多かったかなと思うので、まあ、まさに皆さんが言われてる通りやはりなぜ必要なのかとかっていう。 判断する情報をきちっと与えるっていうのも重要なのかなって感じました。はいは、えー、それでは皆様本当にいい答えいいあの意見いっぱいいただいてありがとうございました。えー、で本日もですね本当に数多くの質問をいただいていますので、えー、本日はさすがにすべてのものを回答することはできませんけれどもあの別途の機会を設けてですね、えー、また別のところで。 そうですねすちょっとあのまた内容とかうちの,あのコミュニティっというあのウェブページの中にありますのでまあそういうところであるとかちょっとあの出し方はまた皆さんにご案内させていただきたいと思いますけれども何かしらの答えを皆さんにお届けできればと思っています、はいえー、それでは最後になってくるんですけれども私たちグラフィソフトからの簡単なお知らせで、えー、本日の、えー、ビ i m マネージャーデでーをです、ね、終わらせていきたいと思いますので、はい、今、画面が出てくると思うんですけれども、えー、実はですねこの5月。 に行われているビンマネージャープログラム、今年は5月とおそらく10月、9月編かな、2回で行う状態なんですけれども、えー、ちょうどこのビンマネージャープログラムの申し込みを開始していますので、ビンマネージャー .graphisoft.com、もしくはこちらの画面に載っている QR コードからでですね、申し込みは可能になっていますで。こちらのプログラムはですね、席が限られていますので、希望している方は早めに申し込みしていただくといいかなと。 思いいいまますすのでよろししくお願いいたします、えー、そして繰り返して言いますけれども本日のイベントのアンケートの協力もお願いいたしますこれも今後もう一度ビンマネージャーデイを行っている際に皆様の意見をちゃんと受け入れてプログラムをいろいろいろな方向に改善していきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたしますはいそれでは本日のイベントはこれで以上になりますがあの まあ会場はそこまで多く人は多くないんですけれども、皆様、拍手をお願いしたいと思います本当にいいプレゼンテーション、皆さん、ありがとうございました。<手>はいじゃあ、それではまたどこかで、2回目のビンマネージャーデーを期待しています、またあのビンマネージャープログラムで会えることは、これからあるかもしれませんので、はい、皆様、本日は本当にお疲れ様までした、ありがとうございました。 それではバイバイありがとうございました。<laughs>